マリー・ラフォレは、フランス出身の女優、歌手である。本名は、マイテナ・ドゥメナク。1978年以降、ジュネーブに在住し、スイス国籍となっている。南仏寺ロンド県、スーシュルメール生まれ。本名のマイテナは、バスク語で、愛されるものを意味する。聖のドゥメナクは、父が、カタルーニャ系であることを示す。1959年に、 姉の代わりに出場したラジオのタレントコンテスト、ネッサンス・デュ・ヌ・エトアールで優勝した時に、ルイ・マル監督に見出される。ルイ・マル監督の作品に出演するチャンスをつかむが、プロジェクト自体がなくなってしまう。しかし、デビュー作となったルネ・クレマン監督の、太陽が一杯で、アラン・ドロンの相手を演じて、一躍フランスのアイドルとなる。1960年にヌーベルバーグの映画監督、 ジャンガブリエル・アルビコッコと結婚、彼の監督作、金色の目の女などに出演した。一時を設けるが、1971年に離婚した。同年、アラン・カーンイコール・スクリーベルと再婚、三人の子供を設ける。シャンソン歌手としても活躍し、何枚かアルバムを出している。舞台は、1968年にデビュー。その後は朗読公演などはこなしていたが、 1996年、ファニー・アルダンから引き継ぎ、ロマン・ポランスキー演出によるマスタークラスでマリア・カラス役に挑む。これが注目され、99年にはリデ,ディエ・ロングシン演出による同作を演じて2000年、モリエール賞最優秀女優賞にノミネートされ、2009年の再演でも再び候補となった。2019年11月2日、某州ゼノリエで死去。 80歳没、ありがとうございます。